さあ沖縄チーム来ました。あー来ました。さあ来ました。もう一人は、うん、廊下に立って後ろに立ってなさい、後ろに立ってなさい、君たち二人は。最後48よく決めたね。ねえ、ね、なんでこれポテトチップスなの。いや、これチップスター、はい、チップスター、そうですね。ああ喋らせないすいません、俺喋らせない作戦。そうですね。お前うるさいから黙っとけと。違う違う、チップスターでも食っておけと。はい、ということで、はい、来ました。はい、はい、どうですか最後ちょっと。いやいや、新人戦やばいと思いませんでした。ちょっと、いや最初からやばいと思ってたもん。え、新人って言いました。いなかったね。いなかった、いなかった。あれ新人じゃないですよね。ああ、裏関東チーム、そうね、関東 B よね、関東 B。 ね、でもさ、あのリアクションも面白いからもっとやって。やっぱいいですかね。やっぱいいよ、やっぱこれこれやって、これこれ。あのおさ、あれは相手を巻き込むためですよ、もう作戦さんこんなもん、はい、お猿の籠屋だ、ホイササしてよ、ほんと。デレデレするな、TV。 いや、お前がここに座ってみろよ、デレデレなるからって。ねねえ、さ、何最後さ、みんなとさハグしてたじゃない。俺も沖縄チームになりたいんだけど。でしょ。みんなとハグじゃないよね、明かりだけよね、明かりとだけ。何、あんな勝つたびにあんなことしてもらえるの。いやいや、もうあの約束してたんですよ、勝ったらハグしてくれるって言うから、明かりが。いや、ちょっと僕は別にいらないですけどね。別にハグはいらないですけど。で、何、勝ったらハグしてくれて、あ、これこれこの感じ。これ終わった後ですよ。全然痛かったね。じゃあこうやると、じゃあ何、例えばあれや、あかりに俺ブンブン言うたか、反対だから言うたはあかり触れない。じゃあじゃあじゃあ何、3回もハグしてもらったの。いや、あの最後だけです。最後です。もう本当にあれを勝って次につなげられればっていう。今の成績でした。もうすいません、もう今の試合だけとりあえず決勝まで行こうっていう。何それ、俺沖縄に引っ越して頑張る、もう一回ダーツ、ダーツ立て直す。これがチームワークですよね。そうですね、そうですね。チームワーク見られるから。本当に。でもさ、何、あのもう何、ちっちゃい頃からあの猿っぽい動きをずっとやってたの。いや、初めてやったっすよ。で、何、大城雄大いつもおとなしく、ちょっと飲まれてたっすね。大丈夫。いや、もう足引っ張ってばっかりだったっすね。え、何何、まあいいけど、どうでもいいけど。で、あー、あー落ちた。はいはい、まだあります。今指に舌が触れたから。うまい。さあ、これから、これからです、決勝戦大一番、意気込みを一人一人。あ、俺が今やろうとしたの、それは意気込みを。ふざけんな。意気込みを、はい、どうぞ。目指せ連覇。目指せ連覇。あ、いや、昨日言ったもんね。はい、よかった。で、足引っ張らないように優勝したい。ありがとうございます。
はい、はい、どうぞ。いや、もうここまで来たらもう連覇したいですよね。連覇しよう。で、あと関東はもう相当優勝したがってたんで、はい、阻止したいですね、そこはもう阻止したよね。なんとでも、あ、なんとか。でもね、昨日ね、なんとかして昨日中学校の同級生が来てた、上里くん。中学校の頃やっぱり可愛かったので、はい、モテモテだったって。あかりってこと、うん、そんなことないし。そう、いや、中学校の時は知ってるけど、あかり。そんなことないんですよ。いや、曲がった。そうね、そうね、もうそんな C をもう全国ネットだから。あちゃー、単なるガキンチョっすよ。まあということで、今すごいね、めっちゃ音したもん。今音めっちゃすごかったね。出てくる出てくる、大丈夫。これちょっとちゃんと作ってね、これ二度とないシーンだからね、これ。いや、いいよいいよ、はい、はい、それ、そして、はい、あ、はい、最後、決勝戦ですが、あ、最後ですかね、はい、連覇ですね、やっぱり、はい、ちょっと、今年優勝したら、来年考えようかなと思ってるんで。あ、何を考えるの？なんか、いや、いろいろ、いや、それちょっと、いろいろ考えるかな、チーム解散。そうですよね。まあ、なんか、なんか言った？ああ、大丈夫。はい、それでは関東チーム頑張るそうです。頑張ります。なんか言った？いや、もう絶対優勝して、連覇して帰ります。いや、帰れるかな、ちょっと台風なんで。あのチームワークを乱さないで。 OK、OK、 全ては明かりにかかってる。なんかバラバラ、バラバラ。最後締めて、最後締めて。よし、それじゃあ連覇向けて、チバリオー、チバリオグダ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 、ありがとうございます。いつも通りや。いつも通りや。ありがとうございました。ありがとうございます。